第2レンジャー大隊は、アメリカ陸軍が有する大隊の一つ。第75レンジャー連隊の霊下部隊で、ワシントン州法とレイスに駐屯する。歴史上、第2レンジャー大隊という名称の部隊は二度、編成されている。初代は、第二次世界大戦中に存在した6個、レンジャー大隊のうちの一つで、二代目は1974年に、復活した第75レンジャー連隊励化の、 大隊でであるるポアントデュオックで爆破塔を使用する部1943 1 4年月日第2レンジャー大隊はテネシー州キャンプフォレストで第5レンジャー大隊と共に創設された。構成は A から F までの6個中隊。両大隊は1943年9月に編成完結し、オーバーロード作戦に備えてイギリスに派遣された。 1944年6月6日、ジェームズ・ラダー大佐に率いられた DEF の3中隊は、イギリス軍の操作する上陸用集艇からポアントデュオックに上陸した。攻撃の間、225名が崖を登った。しかしながら2日間の激戦で健在であったのは、そのうちの90名に過ぎなかった。彼らはドイツ軍の砲台を使用不能とし、 フランス侵攻への道を開いた。その間、第5レンジャー大隊と共に上陸した ABC の3中隊は、第1不評師団及び第29不評師団と共にあった。彼らは多数の死傷者を生じたものの D d の目的を完了することができた。第2レンジャー大隊は、その後ブレストの戦い及びヒルトゲンの森の戦いに参加した。戦後、第2大隊は、 第5及び第6大隊と共に解体された。1974年第1レンジャー大隊再創設の8ヶ月後にエィート偵察部隊として第2レンジャー大隊が再創設された。部隊はその後特殊作戦部隊に変更され、1984年に第75レンジャー連隊霊下の部隊となった。NFL 選手であったパッド・ティルマンは、 第2レンジャー大隊英中隊で勤務し、2004年4月22日にアフガニスタンで友軍の保護者により死亡した。彼は NFL で350万ドルの継続契約を受ける代わりに陸軍に入隊した。彼がそのような選択を行ったことは、レンジャーズが尊敬される存在として知られていることを意味する。ありがとうございます。